ちゃ。こんにちは。はい、ゆたかさん。はい。また、まあ、今週からな、はい、ちょっと趣向を変えて、そうですね、はい、優勝の行方ということで、はい、もう後半戦も進んできて、うん、まあ進んできて、はい、まあ優勝争いをね、まあどこになるのか、優勝はどこになるのかとかいうね、まあ話もあるし、まあもちろんね、はい、それとやっぱこれから、ね、変則日程になるから、うん、まあ上位3チームにまあ、絞ってちょっとピックアップをしていきたいと思うんけど、はいはい、そしたら上位3チームが絡む試合というか、はい、っていうのをこれから取り上げていこうかなっていうところですね。そうだね、はいはい、ではちょっと今の時点での順位表です。まずセリーグです、はい、まあ、こうなってます、はいね、今は1位阪神で3ゲーム差でヤクルト、はい、これは1つ上の順位のチームとのゲーム差ということですよね。そうそうそう、はいはい、で巨人は、まあ、ゲーム差なしという、うん、まあ、阪神とは、まあ、3ゲームという、はい、まあ、単純に考えてね、はい、まあ、そういうことになって、はい、ということで、ね、阪神、ヤクルト、巨人の試合を見ていきたいということですね。はい、はい、はい、で、まあ、14日からヤクルト阪神戦がある、まあ、ヤクルトは今日も試合があるんだけどね、実はね、はい、あるんだけども、まあ、ちょっと14日からの14、15とちょっと話をしていきたいと思いますが、はい、今回2試合ということですよね。そうそう、2試合、はい、で奥川や青柳の投げ合いになってくる、うん、でこれ前回の折り返しなんだよね、甲子園の、はい、でその時は奥川が勝って青柳がやられたという形なんだけど、で15日はまあ例えば小川がやられてんだよね、はい、で高橋奎二がいいピッチングをしたという、だからここら辺でローテーションを変えてくるかもわからない、まあ阪神の方はまあ伊藤ということ、うん、で阪神がまず考えなきゃいけないのは、はい、まあ1勝1敗でいいということだよね、うん、まあ連勝できれば一番いいけども、はい、まあ連敗しない、まあ1勝1敗でいいよっていうぐらいの気持ちでいけば、まあどっちか必死で勝ちに行くという、うん、はい、ちなみにこのチームの横に書いてある5、うん、11、8、5っていう数値は今までの勝った数ですね。そうだね、その対戦での、そうそう、対戦での数字、ヤクルトが5勝、阪神が11勝ということですね。そうそうそう、だからまあ阪神にとっては、まあ、ヤクルトっていうのは組みやすしという、うん、ことなんだけども、この前の阪神戦から言うと同じピッチャーが投げてくるで、同じピッチャーが投げるっていうことを考えると、うんうんうん、まあこの前は負け越してるだけに阪神がね、はい、だからまあヤクルトカモにしてる今のところはね、はい、だからどっちかで勝つで、ヤクルトの方はもう絶対連勝が必要だということで、はい、まあこの前やられた小川よりも高橋を前倒しにするのかっていうこと、まあまあそれも考えられるけど、はい、だけどヤクルトは今週は山、金曜から巨人戦が待ってるんだよね、はい、だから無理してローテーション変えてこないんじゃないかなっていう気もするし、そうなってくると阪神の1勝1敗っていうのがね、まあ、見えてくるし、うん、まあ、奥川っていうのは非常に成長してるし、はい、高橋っていうのも成長してる、うん、だからヤクルトの2枚看板を当てられると非常にきついかもわかんないけども、うん、本来青柳はヤクルトにものすごく強いんだよね、だけどやられたと、それは何かというと村上が打ったと、いうことなんだよね。だからまあここら辺ちょっと避けて通れるようなことを青柳ができれば、村上を、まあ青柳もものすごいいいピッチングをするかなっていうふうに思ってるんだよね。でオリンピック明けね、青柳はちょっと状態が悪いんだよね、あ、はい、うん、だからそういう意味ではちょっと心配だけども、うん、まあそろそろ立ち直ってくるかなっていう、うん、青柳の力をもっとすればね、はい、うん、で伊藤っていうのはルーキーだけども、うん、非常にクレーバーなピッチャーだし、うん、ゲームを絶対壊さないピッチャーだけにちょっと阪神が打ってくれればまあいいかなという、うん、勝てるかなというチームの状態としてはどうですか、ヤクルトと阪神は。やっぱお互い中継ぎ陣が少し疲れ気味なんだよね、うん、だからそういう意味ではお互いその状態的にはね、同じような先発ピッチャーがどのぐらいゲームを長く投げれるか、うん、ということが要求されるということ、うん、ただその阪神にはスアレスっていうさ絶対的な守護神がいるだけに、うん、やっぱ接戦に持ち込めばやっぱ阪神はすごく強みを発揮するよね。なるほど、うん、はい、まあこういう対戦になってくるかな。でもヤクルトは今週は今金曜日から巨人戦が待っていると、うん、はい、ね、
ただその巨人が DeNA、はい、もうこっちはやっぱバッティングがいいからね、うんうん、で山口と戸郷が先発予定、はい、で DeNA は宮國大貫、はい、まあ過去坂本って書いてあるけど、はい、これを前倒しして投げさす可能性もなきにしもあらず、うん、宮國を今回は外すかもわかんないけど、でも前回勝ってるだけにね、巨人戦に。だからまあこう宮國を大抜きでいくんじゃないかなっていうふうに思ってるけど、うん、山口が勝ててないんだよね、はい、全く勝ててない、うん、で最初戻ってきていきなり勝ったけどさ、うん、そうですね、やっぱ、ね、状態的には悪くはないんだけど勝ち運がないということ、うん、でまあ巨人も広島戦で勝っては帰ってきたけど連敗を止めてね、はい、うんうん、だけどもやっぱこう主軸が打てないという、うん、で広島が打てなかったのはやっぱ阪神のおかげ、阪神のピッチャーがやっぱコントロールのいいピッチャーが投げてるだけにちょっとバッティングを崩したんだよね広島が、うん、はい、だからそのために巨人は打たれなくすって済んだというようなことが言えるんだよ。だから阪神様々なんだよね、あの広島戦のカードは。ただ今度はやっぱ打つチームだけに、はい、まあ、非常にピッチャーがこの2人が頑張らないと、うん、やっぱ DeNA が勝つ可能性が強い。なるほど。で対戦成績もまあ8勝と5勝だけどね、うんうんうん、だけどここら辺で、並びかけてくる可能性もあるよね、はい、うん、だからジャイアンツのチームの状態としてはちょっと6連敗あったりするっていうことで、まあ、中4日で菅野が投げてね、うん、まあ、勝ち投手になり、はい、その女房役小林がホームランを打って勝ったんだけど、はい、だけどやっぱりまだまだ重いよね、うん、で主軸がやっぱこう疲れてるかなんか知らないけど、うん、やっぱこうゲームが重い。なるほど、うん、ということは DeNA っていうのはまあ本当にオースティン絶好調だし、はい、佐野もホームラン打ってるし桑原は山口にめちゃくちゃ強いしさ、はい、ね、そういうことを考えると DeNA の強さが、うん、これはもう巨人を潰すかもわからないよね、はい、うん、だから非常に見逃せない、はい、まあ、セリーグの、まあ、戦いになってくると思うんだよね、はい、うん、で三浦監督がこの先発ローテをどうしてくるのかっていうことも、うん、ちょっと一つの鍵を握るかもわからないよね、うん、うん、まあヤクルトの方は小川で行くのか高橋で行くのか、はい、でも次の日次の対戦が巨人ということを考えると、まあ巨人にはねある程度ヤクルトは自信を持ってきてると思うんだよ、うんうんうん、でなぜかというとやっぱこう中継ぎ陣を打ち込むんだよね、はい、それと今打線が調子がいい、うん、まあ、それだけにあの村上も調子がいいしさ、はい、上がってきたし、だからそういう意味では巨人に対してというよりもこの対戦成績を見ると、まあ、阪神の方にこういいピッチャーを順にぶつける可能性があるということね、はい、で阪神はもう一勝一敗で御の字だというぐらいのまだ楽な気持ちで戦った方がいいのかなっていうふうに思うね、はい、まあ、阪神が、3ゲームつけてるだけにね、はい、うん、少し余裕があるかなという、うん、まあ、そういう戦いになってもうヤクルトは負けられないからね、はい、はい、ということで、はい、次はパ・リーグ、はい、でパ・リーグなんだけど、はい、ここで先にじゃあ順位を、そうだね、見てみますか、はいはい、はい、で今の順位がこのような感じですね、はい、まあ、1位がロッテ、まあ、2位オリックス、まあ、2ゲーム離れちゃったんだよね、で、まあ、3位楽天、はい、まあ、5ゲーム首位から、そうです ね、はい、ちょっと離れてきたよね、うん、その下にソフトバンクがいるんだけども、うん、まあ、そこはそんなゲーム差はないですね、うん、ないけど、うん、まあ、3位に上がる可能性はあるよね、はい、ということはクライマックスシリーズっていうチャンスも、もう十分伺ってるし、はい、でもこの下位のチームはやっぱここを目指してるよね、ここら辺を今もうそこに食い込むことが、そう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 、まあ、一番先決問題だから、うんうん、だからパ・リーグの方はまだまだ全然わからないということなんだけど、はい、ただまあ言えばソフトバンクまでかなっていう感じがするんだよね、うん、はい、はい、ということで、はい、優勝争いの行方パ・リーグ編、パ・リーグ編ですね、ソフトバンクロッテ、はい、ね、まず言っとくことはロッテ後半戦15勝6敗4分けパ・リーグで唯一勝ち越ししてるという、うん、他のチームは勝ち越ししてるチームはないということでね、これがロッテが1位に浮上した一つの要因だよ ね、うん、だから他のチームは星を潰し合ってるということだよね、うん、でソフトバンクロッテ、まあ、ローテーションから見ると東山千賀マルティネス、はい、ロッテの方は
美馬、二木、石川、はい、で対戦成績が6勝6敗ということで、もう5、ね、ソフトバンクのチームの状態を今現在言うとさ、本当に悪い、うん、もう信じられないミスも出るし、はい、日本ハム戦で初回に 11失点をした。その時豊さん解説で言ってた、もう喋ることがなかったよぐらい、まあ、ちょっと次の日も完封されたりとかして、はい、ちょっと状態はあんまり良くないね、うん、でそれに引き換えやっぱりロッテっていうのは充実をしてるという、はい、ただし千賀マルティネスっていうのは絶好調だよこれ、うん、ピッチャーとしたら、はい、で美馬、二木、石川、ここら辺で勝てるかどうか、うん、あのロッテが首位固めに行けるかどうかだよ、ね、これなぜ行けるかどうかっていうのは楽天とオリックスがやっぱ戦うんだよね、はい、で星の潰し合いをするか、もう楽天が落ちてしまうのか、それとももう一回浮上してくるのか、うん、まあ、そこら辺っていうのは面白いと思うんだけど、7勝7敗これも対戦成績、はい、で早川、滝中、則本、はい、まあ、則本っていうのは前回の登板で完封をしていると、うん、オリックスの方は宮城、山崎、総一郎、はい、でここに山本持ってくるんじゃないかなっていうような気がするんだよね、うん、うん、だからこの則本、山本の投げ合いなんていうのはもうすごいしびれるゲームになるけども、はい、やっぱオリックスの方とすれば、まあ、山本がもし来るんであればね、はい、宮城と山本が投げるということで絶対楽天に勝ち越さなきゃいけないという、はい、で楽天は絶対もう落としたら優勝なんていうのはもう非常に遠のく数字になってくるし、うん、はい、ただまあロッテがソフトバンクに対してどういう戦いをするかで、千賀マルティネス、この壁を乗り越えられるかっていうところがすごく見ものなんだけどね、はい、この戦いによっては、うん、その楽天ソフトバンクが入れ替わったりとか、はいはいはい、っていうようなことも、まあ例えばそのオリックスがもう一回また浮上する可能性もあるし、逆もあるってことですよね。そうそう、楽天が勝つとオリックスとこう変わる可能性があるよ ね、 ありますよね、うん、だから楽天にとってはチャンスだけど、うん、非常にピッチャーを考えるとやっぱり乗り越えなきゃいけない壁はあるよね、うんうんうん、仮にソフトバンクが3連勝なんてことになったらなってくるとまたぐちゃぐちゃになるなってきますよね、うん、だからロッテにすればもう首位固めができるかどうかという、はい、もうソフトバンク戦、うん、ソフトバンクはもう一回浮上するためには絶対乗り越えなきゃいけないロッテの壁があるよね、はい、だから非常にこうピッチャーも揃ってるし、うん、まあ美馬も調子がいいし、美馬ではここでは落とせないよね、はい、うん、まあ千賀と二木これまあいい勝負になると思うけど、はい、ね、千賀の力をもっとすれば絶好調とすれば非常にロッテとすれば不利かなっていう、うん、でも結構ロッテって千賀を打ってんだよね過去にも、はい、うん、絶好調の時もだから非常に面白い、まあ、対戦になるし、もうここら楽天はもう生死をかけた戦いみたいな感じになってくるしね、はい、うん、でオリックスはやっぱこうロッテをかけるためにも、うん、ここはやっぱり宮城と山本が例えば投げるとすればよ絶対落とせないよね、うんうん、まあそういう戦いになってくるかなっていうふうに思ってます、はい、はい、ね、まだまだ両リーグ共に見どころが、まあ、両リーグ、ね、ちょっと違ってきますけど、そうだね、うん、まあ阪神が少し余裕があるかな、うんうん、それとやっぱこう打線の流れもね、まあ DeNA には負けたけども、あの打線の流れとか、はい、そういうものもそんなに悪くないし、うん、まあ実力をパッと出せれば、まあ、阪神が有利かなという感じもするし、はい、で巨人は一つ勝ったことによって、うん、6連敗の後菅野が止めたことによって、うん、まあ、流れが変わるかなっていうふうにも思うし、うん、でもバッティングの状態を見てるとまだまだ重い日が続くのかなっていうような、うん、まあ、そんな気もするしね、うん、まあ、じゃあ一段階こう浮上するきっかけが巨人はまあ、できたのかな、できたのかなって、それを証明するためにはその DeNA に勝たなきゃいけないし、うんうん、まあだから一番余裕があるのはちょっと阪神かな、まあ、一勝一敗でいいという、ただ一勝一敗でいいって思っててなかなかそうはいかないから、はい、もう連勝を狙うぐらいのつもり、うん、はい、まあそのヤクルトに引導を渡すつもりで行くしかないよね、はい、でもヤクルトはもう絶対負けられないし、うん、うん、ちょっと中継ぎがちょっとね、疲れがきてちょっと不安があるけども、
ただやっぱこう打線はやっぱこう一番いいかな今、うん、なるほど、ね、だからまあそういう面では非常に面白い戦いになってくるという、ね、まあヤクルトはじゃあ今をチャンス逃したくない感じは、いやだから、ね、あのなんていうの、ヤクルトの方はすごくあの対戦としたら厳しいし、うん、日程と日程をね、その先の日程を見たらすごく厳しいんだよ、うん、連戦が続いて序盤にもそういう話がありましたよね。そうそうそう、ヤクルトは後半ちょっとスケジュール的にも厳しい、厳しくなるんじゃないかっていうことはあったけども、うん、逆に言えば一気にトップに立つチャンスもそこに残されてるということだから、はい、だからそこら辺はねポジティブに考えて、はい、やっつければ自分たちが優勝に近づくし、はい、トップに立てるんだっていうことを考えると、うん、その連戦ね、ここ勢いを持っていけばさ、まあ例えば9連戦でも10連戦でもさ、勢いを持っていけばね、本当に一気に離すチャンスも出てくる可能性もある。はい、うん、だからまあ日程的には苦しい、対戦成績とか対戦のカードを見ると苦しい日が続くかもわかんないけども、うん、まあ楽な試合ってないしね、うんうん、だから頑張ってほしいと思いますよ。はい、はい、まあ阪神が今のところは有利と、うん、だから頑張ってほしいと思います。はい、はい、佐藤がね2軍に落ちてあれだけども、早く上がってきてほしいなと思う、うん、魅力のある選手だけにね、はい、はい、厳しい戦いが続いたり、変則日程になるからね、うん、まあ体調壊さない、ね、怪我も気をつけて、うん、そうだね、はい、はい、頑張ってほしいと思います。はい。